どうもこんにちは、今日はねシーズンなので山のガラスの探索に来てます。でもねちょっとここは途中で建物があるかどうかは怪しいね。錆びれすぎてるんで、まあ場所潰しぐらいにしかもしかしたらならないかもしれないけれども、ちょっと探していきましょう。で面白いものがあったら動画撮っていくんですけどね、まずこれ見てくださいよ。台風で倒れたんだと思うけど、こんなでっかい木が根こそぎ行っちゃってるわ。とんでもないな。見るとうわ、下が岩盤だから持たなかったんだね。木の根っこがこう加えてる土を全部ひっくり返してしまってる。えらいこっちゃだな。いや、集落のね近くだったらね、こんな大きな木がひっくり返ってたら昔のガラスなんかもあるんだけど、山奥すぎてさすがに何にもないね。まあこんな感じでね、ちょっと1時間ちょっとぐらいかな歩くことになると思うんで、まあぼちぼちやっていきましょう。倒れた木のそばに来てみるんだけど、木の幹が 1,2,3,4 本ぐらいに分かれてるのかな。まああれだよね、3メーターぐらいの高さまでの直径の根っこが倒れちゃってるね。すごいなこれ、結構いい木だったろうに。やばいですね。まあこんな感じです。ガラスがあるけどリアルゴールドだね。おじさんはこういうのが欲しいんじゃないんだ、コバルトブルーのガラスが欲しいんだよ。下もなんかこう倒れてる木がすごいのと、これ下にイノシシいるな。イノシシが泥遊びしたところがあって、まだ水が濁ってる。へいイノシシ、人がいるからこっちに来るんじゃないぞ。でも葉っぱとかね、そういうのは少ないんで、昔のガラスがあればすぐ見つかるでしょう。まあそんなところにね、やすやすと落っこってるわけじゃないんだけど。で、一応林道なので、ちょっとこう切った跡があるね。あら？あらあらあら？はぁ。いや、これもそんな古い瓶ではないな。よし、った。ああ。これ古い石垣だろうか。昔のね家の敷地とかの跡だったらなんか落っこってるってこともあるかもしれないけど、まあ行ってみましょう。一応古道だから少し整備したんだね。よいしょ。いやいや、すごい状態になってるな。いい感じの道ですね。でもね、ガラスの気配はなくて、ただの古道探索になっちゃってますね。まあ行ってみましょう。そういえば去年のね、山でインク瓶が見つかった場所、あの辺の探索も、この冬の間にやっておきたいよね。よいしょ。よっ。よっこらせっと。ほうほうほう。結構開けてきてるじゃないよ。なんか下に陶器みたいなのが見えるんで、ちょっと行ってみましょう。ここに捨ててあるのは外紙だね。ガラスではないです。なるほどね。でもまあ結構古いもんだよな。陶器とかガラスの気配は、残念ながらないね。こんなとこになぜ外紙を捨てたのか。ああ、そこにも外紙があるな。よいしょ。それ、よいしょ。ああ、外紙だ。だがまあ、古い瓶らしいものはないですよと。あんまりね、下行くと上がれなくなっちゃうんで、この辺からなだらかに上に上がりましょう。どう、あったよ。すごい古いもんではないけど、まあそこそこ古いかな。緑色に見えるけど透明の瓶です。緑色なのは苔のせいだね。まあでもスクリューだし息切れてんな。そこまで古いもんではないけれども、まあ初の強能持って帰るそうなガラスですね。はい、青木がめっちゃ生えてるスポットですね。勝手にこう生えたのか誰かが植えたのか、まあ勝手に生えたんだと思うけどね。
人の住んでた痕跡はなさすぎだね。登ってきたらまた大木というか、まあ結構大きな木が倒れてますね。すごいよ、もう根こそぎ行かれてるよ。いやー、これはすごい。今この鼓動のてっぺんっぽいところに来て、空がこの通り開けてるのが分かりますかね。ものすごいたくさんの木がなぎ倒されてて、登山道もね、登山道というか鼓動もね、この通りこう通れなくなってるんですよ。で、分かりますかね、木が途中からこうバッキバキ折れちゃってるの。少しこう迂回しないと、まあこの中を通っていくってこともできるんですけど、ちょっと迂回して通らないと通れないですね。すごいな。まあこういうのね、見れるだけでも来る価値はあるよね。木が倒れてるんで、倒れてる木の間を通り抜けます。よいしょっと、よっこらせせいっと。こっち木の根っこはこんな風になってますね。よいしょ、あー通り抜けた。すごいな、崖ごと持ってかれてるよ。あー、あっち側もすごいことになってるな。ちょうどここは尾根の上の道で、風が一番強く当たるとこだったのかもしれないね。まあ行ってみますか。いやー、ここもすごいわ。これ尾根の上の道だね、一番ね。鼓動っちゃ鼓動だけど、これよいしょ。あらららららら、ら、これは裏側回った方がいいか。回れるか、裏側。あ、誰か裏側回ってんね。ああ、踏みしめた跡がある。よいしょ、よっこいしょ。ああ、なるほど。はあ、いいね。振り返るとね、今来たとここんな風になってます。とても通れる感じではないですね。じゃあ引き続き歩いていきましょうか。尾根道を通ってまたてっぺんポイントに来ました。相変わらず大きな木が倒れてますね。いやー、でもこう強い台風でこうやってこうスカスカなところが出ると、他の木もね、強い台風で連鎖的に倒れやすくなるんで、ちょっと心配だよね。あんまり倒れないでほしいよな。これも木の根っこの反対側からだからね、ベリッとこうね、岩盤が見えるぐらいまで剥がれちゃってるよ。で、ちなみにガラスの気配は全くないですね。行ってみましょう。なんか木の根っこでめっちゃ保護された道路に出たね。これ渡る前にちょっと写真撮っとこうかな。すごいいい感じだから。いいっすね。ここの木の倒れっぷりと剥がれっぷりもすごいな。ここなんかはもう岩盤が見えちゃってるね。よっとっとっと、よっとっと、危ない危ない。はい、またね、すごい尾根の上を通ります。これあれだよ、道踏み外すと右に行こうが左に行こうが結構ひどいことになるね。まあなだらかだからね、そんな大怪我したりとかそういったことにはならないだろうけど、いや面白いね。でもね、ガラスの気配は全然ないですよ。今日はね、どっちかっていうと自分の探索というよりは家族の趣味に合わせた感じだからね。まあでもどこに何があるか分かんないのと、見通しをね、潰しとくってのは本当に大事だからね。いいね、行ってみましょう。あらららら、なんかまたすごい道が見えてきたよ。わかります？木の根だけでこうできてるっていうか、もう持ってる道路だよね。これはまた深そうなこう山道に出たね。一応多分南の方に向かってる気はするんだよな。まあちょっとね、ぼちぼち行ってみましょう。またね、山の上っぽい道に出ましたよっと。これどんぐりシーズンになったらすごいいっぱいどんぐり拾えそう。どんぐりはね、いやー、暑い暑い。もう夏の下着に夏の作業着にね、上着脱いで腕まくってんですけど、
暑いです。おお、なんかこっからもあと下りかな。はい、何やらね、林道を歩いてたら、林道というか小道を歩いてたらね、なんか行き止まりってこう書いてあるすごく不安になるような看板があったんです、あったんですけど、こっちの道がね正解じゃないんで、まああんまり問題ないです。こんなとこに、いやーもうこんなとこまで来てお酒飲むなって話だよね。さてさて下っていきましょうか。ね、杉が倒れてます。ここは下をくぐるしかなさそうだね。ガラスはなかなかないな。分かっちゃいたけどね、まあこれだけ人の痕跡がないとね、ガラス自体がないですよ。よいしょ。こういうところの下はね、多分イノシシがいるところがあると思うんで、ちょっと声を出していった方がいいですね。よいしょ。ヘイイノシシ、こっちに上がってきても何もいいことはないぜ。焼き豚かハムになりたいんだったらノコノコ出てきても買わないけど、やめた方がいいよ。ああ、目印があるね。はい、今ね、めっちゃめちゃ山深いところを歩いてます。ちょっとね、道で合ってるのかどうかって思うようなとこだったんだけど、木にテープが巻いてあったんで問題はなさそうですね。うん、雨が降って2日ほど経ってるんだけど、日陰なんであまり状況は良くないですね。でもまあ長靴で来てるんで、で道に歩いた跡はあるんだけど、人じゃなくてイノシシが結構これ歩いてるね。イノシシというか獣がね。こっからこう上に登っているところもね、結構獣の足跡があるんで、ここ上獣道でしょう。よいしょっと。拡大するとね、結構大きいイノシシの足じゃないかなってのがわかると思います。道が分岐したんですけど、さっきのねイノシシの跡のあるぬかるんでるところからロープを使って上がってですね、古いお寺の方にこう抜ける道があるんですよ。こんなね。でまあ今ちょっとね、ここでコーヒーを飲んで一息入れてからまた登っていきます。本来は多分こっちに道があったと思うんだけど、この通りね、もう木が倒れまくりで道が潰れちゃったんだね、きっとね。だから一時迂回して古い道に出て抜けるんだと思います。とりあえずね、ロープで山登ってます。全然古道って感じじゃないですけどね。まあ行ってみましょう。ね、ちょっと見えるでしょうか、下の方の木の倒れっぷりがすごいですね。ロープは張ってあるんだけど、一応ロープなくても登れるは登れるけど、ロープ使えばもっと楽って感じですか。多分どっかですごく眺めのいいところに出て、それからねお寺の方に抜けられると思います。めっちゃ高いところに登りまして、今ね眼下に町がちょっと見えてますね。町の向こうは海です。でこの尾根上がるともう多分ここから先高いところはないんで、降りるのは容易だね。今登山道を木が塞いでたんですけど、ハイパーな力を発揮してですね、尾根の方にぶん投げました。通れるようになりましたね。祝い開通です。というわけで、ちょっとねコーヒーを飲んで一息入れたらまた行くんだけど、ちゃんとねここに登山道のねマークがあるんだよね。だからまあ当たってると思う。はあ、おいしょそう。いやー汗だくだぜ。はあ、いい運動だ。ちょっとね汗が沈んだらまた行きましょう。暑い。でもねここ結構見晴らしはいいんだよね。ずっと向こうにもねこう見えるかな、水平線が見えてて、でこっち側は山なんだけど、この向こうもね曇ってるけれども、もう全部向こう海なんですよ。もっと見晴らしのいいところに行ったら撮影しようと思います。おそらく山のてっぺんですね。見晴らしがいいと思ったらそれほどではないけど、このずっと向こうは晴れたらはっきり見える海ですね。でまたちょっと下ってどっかお寺の方にね行けるはずなんで行ってみましょう。いやーもうね大汗かいてますよ。あったかいとこなんだけどさ、大汗かいちゃうよねこんなのね。もうかれこれ1時間半ぐらい歩いてるからな、山の中。よいしょ。
こんな風に木が倒れてるんで、ところどころ登山道が工夫しないと通れない感じになっちゃってるね。まあしゃがんで取っていきましょう。よいしょっと。おお。あ、なんかめっちゃ眺めのいいところに出たっぽいね。海映ってるかな。肉眼だとね、下の港とかすっかり映ってるんだけど、あ、見えてるんだけど、うん、またねロープ張ってあるところを降りないとダメな感じですよ。こんな風にね。はいはい、またなんかちょっと険しい感じのところが出てきたね。もう完全にこれ瓶探しじゃなくてただの山歩きだな。矢印もあるんで間違いない。三角点に到着。ちょっとね木が生い茂ってるんだけど、眼下に町やら海やらが見えるね。奥の方に伊豆大島もちらっと見えるんだけど映ってるかな。なんか意味深なね地形に出たんですけど、何が何やらよくわかんないです。でちょっと前にね山鳥っぽいものが飛んでるのを見たんですけどね、多分ね山鳥だと思うんですよ。あら、こんなとこにサザエの貝殻が。馬頭観音のところに到着しました。ということは昔この細い道をね、馬を使って木材を運んでたんだと思います。まあ木材に限らないけれどもね。馬頭観音があるということは、だいたい峠の上とかこれから登るってとこなんで、おそらく麓は近いんでしょう。あともうちょっとだね。ここもね木が倒れてるんですけれども、道がないように見えて一応道です。倒れた木を掴んでうまく向こうにくぐり抜けていかないとダメだね。これは多分ね台風が起きてからすぐじゃなくて、ちょっと時間経ってから剥がれたっぽいね。まあ行ってみましょう。このね倒れた木と木の間を通り抜けていきます。よいしょっと、ふっこいしょ。一応ほら道なんだよ、くぐっていかなきゃならないのよ。こりゃ大変だ。通りね、もう岩肌が露出してるんで、今後も強い台風が吹くとこの上までねみんな剥がれてしまうね。上が剥がれると水の勢いがね止まらないんで、結構まずいことになると思います。あんまり強い台風来ないでほしいですね。で、またねここをくぐっていきます。これくぐるか越えるか微妙だな。我ながらすごいとこ越えてきた。ここから先はまたねしばらく道大丈夫そうです。いやー、昔はね木なんかも全部お金になったけど、今お金にならないからさ、誰もあの山のメンテとかやらないんだよね。 CO2 削減しろとか言ってるけど、こういうね木とかを燃料とか肥料に使えた方が正しい循環するわけよ、本当に。だからうっさいよね今更ね CO2 削減とかってね。もう頭のいい人がそんなに言うんだったら、 CO2 いっぱい出ててもなんとかなるようにしてほしいなって正直思うよ。よいしょ、よっこらせ。何やらめっちゃ神々しい木が、白い木が生えております。何やら神格みたいなものを感じるけど、これもしかして海のあれかな、塩かな、この白いの。もしかしたらね、その可能性もあるね。で、あの道に思い切りこう枝が横たわってるんで、ここもうまく歩いていかないとダメっぽいですね。一応岩盤があるけど、こういう道も何年かするとなくなってっちゃうかもしれないよね。よいしょっと。なかなか山深いです。よいしょ、ね、めっちゃ道なき道なんですけど、多分ねもうちょっと下るとゴールじゃないかと思うんだよね。多分これはねゴールぐらいにしかね古いガラスの気配になるところはないと思います。すごい山奥に神社を見つけたんで、ちょっと上がってみようと思います。もう何年も人が登ってないのか、もうすっかり丸くなっちゃってますね、流水だもなんだので。でもせっかくここまで来たから登ってみましょう。こんなとこにお狐様の社がありますね。
もうあれですけど、あれかな、狩猟のこう大量祈願とかだったのかな。とりあえず今お辞儀はしたんですけれども、お酒とか備えてあるのかね、古い瓶とかは特にはないようです。うん、灯籠とかもね落っこってきちゃってるし、ゴミもあるけど昔のガラスの痕跡はほとんどないね。で、一応今は使われてない旧道のねガードレールが見えてるんで、そこまで降りればあとは人とに降りるのはそう難しくないと思います。山だからそろそろ暗くなってきたので、日が落ちる前に降り切ってしまいたいとこですね。で、ここはお稲荷さんの参道ですね。ここから多分下のね、道に降りられると思います。ガラスの痕跡は相変わらずありませんね。よいしょ。どっかこう楽に降りられるところがないのかね。こんなところにこう陶器のかけらが、あるある、道が、うん、ああこれは無理しないで、でそこのね細いところがさっきのお稲荷さんのところに上がる道でもあるんですけど、もう完全にね昔の削った道路になってるね。でこの下はねイノシシが多分歩いてるっぽい。うん、下手にこう一番下のぬかるんでるところ降りるよりもこっちを行った方がいいですね。で、あとなんだろう、これは掘り掘ってなんだろう、なんか名前があるけど水抜いたところかな、それとも何かの祠かな。で、これをずっと行くと、ああそっちからもう降りた方がいいんだな。これはなんだろう、防空壕なのかな、なんかあるね。これが4つぐらいあるのかな。あ結構深そうだ。4つか5つほどトンネルあるんですけど、これもしかしたら水路なのかな、昔の、はあ、なんか名前があるんだけど、切り回しだっけかな、掘り回しだっけ。あ、なんか沢っぽいなこれ。ってことは沢の上にお稲荷さんがあったのか。ここにもある。ああ出てきた。これ旧道です。もうここまで来るとほとんどゴールなので問題ないですね。昔どうやら金掘ってたのかもしれないね。金堀って地名が残ってるってことは。さて、じゃあ暗くなってきたから気をつけて降りましょうか。夕方の山はね、暗くなってくるからってみんな慌てるけど、それが一番怪我の原因になるんで気をつけないとダメです。ね、2時間半ぶりぐらいに一般の道路に出てきました。ガラスとかはちょっとこう、この通り沿いで見つけるのは。ああちょっとここはなんかはけてるかもしれませんね。怪しいけど、そこまで古くはないのかな。あーちょっと怪しいですね。はい、山を抜けてきて街が見えてますね。こっからあとね少し歩いて最初車を止めたところに到着すれば OK です。今日の探索は、ガラス的なものはほぼ空振りですかね。ちょっと後で調べた方がいい竹やぶあるけれども、そんなもんですね。じゃあまああとは撤収しましょう。いやー天気が良かったらね、多分こっからの眺めすごいんですけど、今日はねあいにく曇りです。よしっと。